ブリジストンの最新スタッドレスタイヤをテスト。北海道でドライとスノーを試してきました。前作と比較して、どのような違いがあるのでしょう。ブリジストンの新スタッドレス登場。4年ぶりに生まれ変わったブリジストンの新作スタッドレスは、ブリザック VRX3。2017年誕生の従来型、ブリザック VRX2 から、 表情性能を20%、摩耗性能は17%と向上させた。その技術は、およそ2世代イコール8年分の進化と言われる。さらに、スタッドレスとしての効き味の持続性でも進化したという、日本列島、寒波襲来で、降雪地域は大雪に見舞われ、非降雪地域でも雪が舞う。こうなって、慌てるのは非降雪地域のユーザー。ここ数年、 スタッドレスに交換していながら、ドライの舗装路しか走らない状況が続き、冬タイヤへの交換を遅らせる傾向にあるからだ。VRX3 最大の効果は、表情性能の進化で、特に表情ブレーキの20%向上は、VRX2 と比較して、車およそ反射身分も手前で停止できる、ということは、 以前アイススケートリンクを使ったテストで体感した。もちろん一般行動にあれほど定番のような平坦な路面はないが、コンディションが一定しているため、路面を噛んで小売着する VRX3 の性能と VRX2 からの進化度合いが明確に体験できた。旋回に関しても VRX3 は VRX により、 小さな沿線界が描けるステアリング操作に忠実に曲がることを意味していて横方向に対するグリップ感も手応えがある。ただこれはあくまでも定量的に比較できるアイススケートリンクでの話だった。その本質を確認するため2021年12月北海道地と背に飛ぶドライ路面はマイルドかつしっかり前夜 移動で乗っったた。タクシーの運転手と話す機会があった北海道もその時点では雪が全く降っていないとか、ブリザックは信頼が置けるという生の声を聞く。さらにタクシーは走行距離が伸びるため、大麻猛勢、聞き持ちが重要であると繰り返していた。そしてテスト当日、北海道は寒波襲来のまさに前日だった。つまり、 一般行動の路面は完璧にドライ。それは飛行設地域のものにはドライでのハンドリングと摩耗を確認できるチャンスである。現地の車の流れに乗り、国道と農道をコーナーごとに速いステアリング操作で駆け抜ける。まず、VW ポロは FWD だけに駆動力と曲がる止まる能力の基本的な部分が 前輪に大きくのしかかる。FWD のポロとクワトロのアウディエン4。タイヤのトレッド面が柔らかいのは、路面の突起凹凸の乗り越えで衝撃がマイルドな、ことからもわかる。にもかかわらず、前輪駆動のポロでも高い速度での直進は、ニュートラルがしっかりと手応えとして感じられる。そこからステア操作した際も、応答性に遅れねじれ感、たわみがない。そこだけを見ると、コンフォート系。 サマータイヤのようである、車重が、より重く、クワトロ 4WD である、アウティエ4に乗り換えた。こちらも確かな直進性を示す。早めのステア操作をしても、一呼吸置いて追従。打角に素直に応答するといった特性に落ち着く。乗り味が滑らかなことは、アウティエ4の重厚感と重なり、いい味を出していた。4駆で検証イメージは、 冬の交差点、行動を後にして向かった、氷雪道のテストコースは、運ばれてきた雪と降雪機の働きによって、それなりの雪景色、直線路は、アスファルト、氷地、雪路が入り混じる複雑なコンディションだ。それが良かった。というのは、降雪地域の交差点で、晴天の日に見られる、路面状況に合致するからだ。K から E まで、つまり、K カーから、 メルセデス・ベンツ E クラスまで、すべて 4WD で揃えた試乗車は、どれも、ゼロスタートから、アクセルベタ踏みでも4輪が路面を確かに蹴って、加速する。凹凸や、深い輪立ち、ブラックアイスも転移まする路面はボディを大きく揺さぶる。鉄を越えて車をコントロール。軽貨カーはさすがに、路面からの外乱に、左右されるが、そこは、 車体の軽さとタイヤの穏やかで安定した操縦特性、急な姿勢変化は抑えられている。軽カーに限らないことだが、交差点にできた深いわだちでのブレーキ操作は不安定な動きにつながる。それが急制動で ABS を作動させても、路面を噛むように停止する安定感があった。その鉄の中から壁を乗り越えての車線変更、右左折、また、 その壁に乗る時の設置性の変化がいい意味で鈍い。壁をずるっと踏み外した時の挙動は、ドライバーも乗員もドギマギするものだが、そうした、急な変化を抑えている点も評価したい。これらの場面で、VRX3 の穏やかで粘る、懐の広いグリップ感は、安定感とともに安心を与えてくれるのだ。その特性は、 トレッドパターンのアップデートと、ミクロの水膜を吹き上げ除水する発泡ゴムが進化したことによる、発泡ゴムの気泡形状が、従来までの丸から楕円になり、気泡の体積がアップしたという、VRX3 の発泡ゴムその印象は、楕円の気泡はより多くの水を吸い上げ、ミクロの水膜を除水、トレッド面を路面に密着させて、クリップを高める、吸い上げられた水は、 タイヤが回転することで気泡から飛ばされる。そのまま一回りして、また同じトレッド面が、除密しつつ氷雪路面を捉えるという流れを繰り返す。凹凸と輪だちが続く、テストコースは、雪が降臨になり、それが溶けてはまた凍る、市街地の交差点に似ていた。鉄を縦に斜めに通過しながら曲がる操作を、VRX3 は素直に、そして正確に受け入れて、 コーナーを進んでいく。かつてスケートリンクで体験した VRX によりも小さく旋回する前輪の機器がリアルな路面でも驚くほど再現されていた。今回は新設や施設での確認はできなかったが、より厳しい凍った路面での確かな操縦性、安定性はドライバーと乗員の強い味方になってくれると確信した。